おはようございます。稲賀直さんです。今回はインスタグラムフォロワー500人超えましたについてお話したいと思います。よろしくお願いします。最近、この2ヶ月ぐらい、ちょっとインスタをちょっと頑張ってる状況ではあるんですけど、本当に、稲賀野さん、インスタでフォロワー500人、超えてるのかどうかとかっていうふうに、疑問を感じる方もおられたと思いましたので、今回、私のアカウントの、画像を紹介したいと思ってます。こんな感じで、アカウント名はちょっと消してる、見せてはいないんですけど、実際投稿した数が172投稿で、フォロワーが520人で、私がフォローしたのが407人という形になっております。実際やってみて感じたことって言いますと、インスタに関しましては、私もまだ分かっていないこともいろいろありまして、最近起こってる問題で言いますと、こんな感じで、フォロワーは増えてる状況であるんですけど、フォロー返ししようと思ってましたら、アクティビティの影響により、フォローができませんみたいな、表示が、2日間今増えてる状況ではあります。ですので今、私の方からは、フォロー中っていうのは増えてない状況です。逆に、フォロワーの方は、おかげさまでという形で、だいたい1日10人から、多い時で、20人ぐらい、増えてる状況ではあるんですけど、こんな感じでやっていけば、いずれ、インスタの方で、フォロワーの方も、1000人、あわよくば、その10倍みたいな形のものも、うまいこと、拡散というか、爆発していけばいけるんじゃないかなというふうには感じております。実際、同じような感じで、AI 画像を使ってもうすでに、フォロワーの方が、5000人とか、いう形で超えてる方とかも実際おられますんで、全然、不可能な数字ではないのかなというふうに思っております。ただちょっと今いろいろ試行錯誤しながらやってる状況ではあるんですけど、いかんせんちょっと一人で やってて、それについての情報が、全くないって状況でありますので、いろいろちょっと苦戦したり、失敗したりってこともいろいろ起こってる状況ではございます。そういったことが実際私が今後コンテンツを作りにあたりましての、一つの指標というか、形で使えるかなというふうにも思っております。ただ使っているちょっと AI 画像生成についてもちょっといろいろトラブルっていうのも、起こっている状況ではありまして、やはり、何が問題なのかと言いますと、ちょっと細かいことは言えないですけど、基本的には無料で、使っている画像生成 AI という形になりますので、文句を言っても仕方がないというような、状況が今起こっております。ですので、ちょっと この2日ほどですね、実は、AI 画像生成が実はちょっとできていないという部分も、ありますので、それについては、この問題が解決しないのか、要するにもう有料じゃないと使えないのかっていうことが今ちょっと私の一つのピンチという形で今、訪れている状況ではございます。以前の動画でもちょっと話ししたんですけど、この AI 画像ツールというか生成業界っていうのが、すごい、ほど今進歩している状況でありまして、例えばですね、一つの例えば画像を作っただけで、それが例えば、もうリアルに、アニメーション的にちょっと動くような、AI ツールができたりとかで、いろいろ新たな動きっていうのもちょっと出てきてる状況でもありますので、今までは単なる、AI 画像っていうのは単なる、画像だったやつがとうとう、動画にまでなんか進化するような、ツールとかも出てきてる状況ではございます。それで本当に、この業界っていうのは本当に、この数ヶ月でもかなり進歩しているような状況でございますので、そういった状況にも
最新のものもいろいろ私も調べたり入手したりしながら今作業している状況でございます。ただまあ今使っているちょっと画像生成 AI の方がもう、有料じゃないと使えないということであれば、ちょっとまた、別の、手法というのもちょっとまだ、試していかないというような状況でもございますので、またそれについてはまた、次の動画以降でまたお話したいというふうに思っております。もしこの動画が良かったと思われましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。